私は彫刻家の秘書慶堂です。この20年間スカジャバヤダシ盆台展に参加しております。この展覧会は毎年10月に盆台、シドニーの郊外の盆台のビーチで行われています。世界から百数十人の彫刻家の作品が一堂に展示されます。また日本人もそのうち約1割の十数人が参加しております。ぜひ日本からの旅行者の方は見に来てください。はい、そうですね、この20年間スカルチャバヤダシは どう変化していったかという質問に対してですけれども、変わるものはどんどん変わっていって、変わらないものは変わらない。そうだからスカルチャバヤダシの彫刻展としての精神は20年間ずっと同じじゃないかなと。それはオーストラリアの大自然をベースにして、さまざまな彫刻を展開していくということは変わっています。でじゃあ20年間変わったことは、どんどん世界からの参加者が増えてきたということですね。最初はオーストラリア、僕が初めて参加した時はほんの10人足らずの海外の作家でしたけれども、今や全体の3分の1お方は海外からで、そしてそれはヨーロッパだけじゃなくって、アメリカ、中南米、もしくはアジア、アフリカ、たくさんの世界中から彫刻家が参加しております。はい、私の今年の作品について少しだけ言っておきます。私の今年の出品作品はもうすでに日本でできておりますが、今回帰ってすぐにコンテナに詰めて送るんですけれども、今年はメビウスの輪っかの中にもう一つメビウスがあるっていう作品です。そして、この海岸の水平面と平行に、砂岩の大きな岩の上に展示して、まるで、海か海の生物が大きな石の上で、昼寝をしているか甲羅干しをしているような作品になると思います。大きな貝が、大方2メーターもある丸い貝が、砂岩の岩盤の上に昼寝をしている、甲羅干しをしているような作品です。ぜひご覧ください。はい、